で8レース走られます、茨城の吉田幸選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走は、追加での補充です、補充での G1 でしたけども、まさかの確定版になりましたけども、走ってみてどうだったでしょうか。まあ2着1着なんですけど、まあ、先行もバックも取れてないんで、まあ内容はあんまり良くないです。休みの、まあ、待機の間っていうのはジムに行かれたりとかしたっていう話でしたけども。そうですね、まあ、開催始めて2日目はウェイト行けたんですけど、まあ、の初日はあのみんなでヤヒコさんに登りまして、はい、ロープウェイで、はい、なんでまあケアなんか休めた反面でもちょっと休めすぎちゃったのはありますね、はい。まあ、2走してみて、まあ、そのバックとか取れてないって言ってましたけども、なんかちょっと疲れが抜けてるいい感じとかっていうのはあったんですか。いや抜けすぎてあんまり良くなかったのかなみたいな、もうちょっと張ってても良かったかなって感じですね、はい。終わってからこう中4日ですけども、この4日間っていうのはどういう風に過ごされましたでしょうか。まあ、意外にちょっと疲れがあったんで2日間も休んで、なので残り2日練習してっていう感じでしたね、はい。まあ、レースの方なんですけど、まあ、明日は3社ですね、まあ、地元の2人をつけるレースになりますけども、どういったレースをしたいか。まあ、ちょっと去年の強化は木月さんと連携したんですけど、ちょっと失敗してしまったんで、まあ、今回はちゃんと一緒に勝ち上がれるように頑張りたいですね、はい。わかりました。では4日間意気込みを最後にお願いします。4日間しっかり自力で走れるように頑張ります。お願いします。